いや、違うんすよ。違わないんだけどね。生ハゲと伏流2体目とモテモテンが増えてるかな。まあ、モテモテンはそこら辺に行ったんだけど。で、伏流もたまたま土の子が仲間になって、たまたまなんか幸福エキスみたいなの落として仲間になったんよ。で、生ハゲなんすけど、割と簡単に周回できちゃって、こいつ信号無視をしたら仲間になるんだけど、仲間っていうか出てくるんだけど、これね、青信号からはみ出ても判定になっちゃうのよ。だからここぐるぐる回ってるだけで、簡単に戦闘できちゃうのよね。で、まあ好みの肉食わせて、放置するっていうのでさ、まあ一匹仲間になっちゃったわけで、多分100周ぐらいしたら一匹仲間になるのかな。そんぐらいの体感だったんだけど。おい、これあるぞ。あるぞ、これ。二体目あるぞ、おい。で、まぁ、こんな感じで放置してんのよ。で、まぁ、体力が減ったら、こっちの食い物で、体力回復するみたいなのを繰り返してて。割と、周回は簡単になったかな。おい、これ来るぞ。ワンチャン、ハート来たし。モテモテ、好物、さすらい玉よ、これ。三段構え。来ねえわ。っていうのを繰り返してたら仲間になりましたね。で、そう、モテモテっていうスキルが意外と優秀でね、この、まあ、モテモテ、名前ラブコメンなんだけど、いるだけでな、敵が仲間になりやすくなるっていうスキルが、割と優秀でね、重宝してます。結構ね、仲間にした妖怪とかも増えたんで、なんていうかな。まあまあまあ、ここら辺が、結構来てますね。嬉しいよ、仲間が増えて。で、しもくん、これはウォッチロックです。今のウォッチランクでは扉を開けることができます。なるほど。これあれだな。調子どいかねえとストーリー進められないってことだな。お、開いてますね。いらっしゃい。そろそろ来る頃だと思ったよ。もっと強い妖怪と友達になりたいんだろ。また妖怪ウォッチを強化してくれる？おう、その妖怪ウォッチはまだまだ強化できるからな。まあ、材料は揃ってるし、いつでも強化してやれるんだが、その前にちょっとお使いを頼まれてくれるか。はい。また勝負下着をセントに忘れちゃったんですね。もうおじさん、本当におっちょこちょいなんだけど。違う、そんなにボケてないわ。お前さんの力を試したいんだよ。力を試す。そうさ、強化した妖怪ウォッチを本当に使いこなせるか確かめたいんだ。使いこなせないのに強化しても強い妖怪に襲われちまうだけだからな。まあ、試験みたいなもんだな。なるほど、そういうことですか。で、何をすればいいんでしょう？試験といっても今から言う妖怪たちを倒してくれってだけさ。倒してほしい妖怪は桜中央シティにいる3匹。まずは学習塾の横から入れる電白小僧。そしてのんべい通りの裏にいる疑心暗鬼。最後にゲームセンターの南にいるガキだ。そいつらを全部倒したら俺のところに来な。その時はすぐに妖怪ウォッチを強化してやろう。なるほど、なかなか大変そうですが大丈夫です。さあ、早くその3匹を倒しに行きましょう。Cランクへの挑戦。なるほど。あ、おめえか。電波をパクパク美味しいなぁ。んだおめえらは。おいらの楽しみを邪魔すんならこっから出てってもらうぞ。くだらん。お前なんだか怪しいなぁ。俺の邪魔をするなら俺を疑い深い嫌なやつにする。ふん、くだらん。んだよおめえらは。さて俺を退治しに来たんだな。俺様が本気を出せばお前らなんかひとひねりだ。くだらんと言っておろう、くだらんと。やったぜ。友達にしたかったのよ、貧乏い。名前何にしよう。貧乏な人でしょ。貧乏、逆にクッソ金持ちとかしようかな。俺、イーロンマスクとかにしようかな、これ。逆にクソ金持ちの。そうしよう。逆にクソ金持ちにしよう。あれですよ、現実の方とは何も関係ないですよ。あれですから、こっちはクエスんじゃねえや。船伸ばし棒ですから。はい、関係ないっすよ。現実の方と。よし。いや、こいつのスキルがなんか強いらしくてね。うちのさ、パーティーの伏流いるじゃん。あいつのスキルが幸運なんだけど。貧乏医のスキルが、猫ババだっけな。幸運と重複せず、重複するのよね。幸運同士って、バトルでもらえるお金が増えるって重複しないんだけど、ここを貧乏医にしたら、なんか、スキルの効果は同じなんだけど、名前が違うから、重複するらしいんですよ。だから、欲しかったです。
よしよし、すべての妖怪を倒してきたみたいだな、合格だ。お前の妖怪ウォッチを強化してやろう。やったね、お願いします。かくかく、しっかじか。これでワンランク上の妖怪が見えるようになったはずだ。やったぜ。シーラン。エド・シーラン。やりましたね、これでさらにいろいろな妖怪と友達になれますよ。だけどお前たち気をつけるんだぞ。ランクの高い妖怪はそれだけ強いってことだからな。よし、これさ、B ランクっていけねえのかな、今この場で。ぐいっす。ね、できることならもう全部やっちゃいたいよね。よし。うわ、ダンシングスターかけさん、いまだに使い道が分かってない。あ、ダメなんかい。あ、いけるね。よー、そろそろ来る頃だと思ってた頃だ。妖怪ウォッチを強化したいんだろ。よっしゃ。ワンランク上に強化してやろう。さあ、桜中央シティの工事現場のネクラマテング、お使い横丁フラワーロードの細道にいる部格好、大森山のハイトンネルにいる藤の山だ。これも今やっちゃおう。 B ランクへの挑戦。よし、ついでに外のクエストも受けてな。話だけ。ああ。君ちょっといいかな、ソウさん、協力してほしいんだが。え、もしかして。ありがとう。早速なんだが、この辺りで怪しい人を見なかったかい？見てないか。実は最近この辺りで空き巣の被害が多発してるんだ。君も家の戸締まりには十分気をつけるんだよ。これ、不用心棒じゃん。それよりも泥棒が悪いのはもちろんなんだが、この辺の人たちがちょっと不用心すぎてね、空き巣に入られた人のほとんどが鍵を開けっぱなしで留守にしてたんだ。泥棒に入ってくださいと言ってるようなもんだよ、まったく。そんなにたくさんのお宅が鍵を開けっぱなしにするなんて、これはもしや、妖怪不祥じゃんけん、鍵開けっぱ事件ではとなると犯人はあの妖怪。私が推測するに犯人となる妖怪は3匹ぐらいいますね。え？不用心棒ぐらいしか思いつかんけど。玄関先にいないか探してみましょう。あれ、ピンパンプンポン。ま、気が向いたらやるわ。で、これを、さっき言ってた、イーロンマスクのな、猫ババ、と、福竜のこの、幸運か、が、なんか、噛み合うらしいです。噛み合うというか、どっちも発動するから、これで金策もはかどると。結構ね、スキルが強いのよ。まあ、レッドブルって名前にしてるんだけど、スポンサードしてください。ぜひ、レッドブルさん、私をスポンサードしてください。まあ、デバ包丁と、レッドブルは普通に強いから入れてんだけど、スキルはそんな大事じゃないかな。倒すたびに攻撃力アップ。クリティカルが出やすい。まあ、火力スキルだよ。で、福竜がま、幸運で金アップ。で、貧乏芋金アップなんだけど。で、ユータが、敵がアイテムを落としやすくなるってスキルで、まあ、なんかこれも、ね、落としたアイテム売っちゃえば金になるし、重要なアイテムとかね、進化素材とかも落とすかもしれんから入れてます。と、まあ、モテモテで仲間になりやすいと。これが今んとこの結論かな。その強いとかじゃなくて、効率的なパーティーとしてできてるわ。じゃあまずあれだな、ウォッチランクあげよう。よっしゃ。なんだい君たちは。さては不格好な自分を捕まえて笑い者にしに来たんだな。君たちもダサくてかっこ悪いやつにしてや。くだらんと言っておろう、くだらんと。よし、結局あれだな、ここ入る必要あるし、入っちゃうか今。イベントとかも見ながらな。あ、コマさんだ。うーぐすんぐすん、どうしたの。こんなあたりでは見かけない妖怪ですね。そんなん泣いてどうしたんです。あのおまさん、あのオラコマさんずら、住んでたよ神社を出てきたんだ。住むところを探しにこの辺の神様の九尾に挨拶しに行ったずら。そんだらここに咲くるように言われたんだども、中にたくさん妖怪がいて九尾がいるところに近いけないずら、怖いずら。ぐすん、かわいい。キュービーってここに来いって言っていたあの妖怪のことだよね。ええ、間違いありません。彼はこの奥にいるんですね。うん。行きましょう、シモくん。うん。待てずら、オロも連れてってくんろ。お別れじゃないとこ見せて、キュービーを見返したいずら。やれやれ、仕方ないですね。どうしますか、シモくん。いいんじゃない、一緒に行けばきっと怖くないよ。ありがとう、オラ頑張るずら。かわいい、好き。かわいい。ふざけた名前をつけるな、アホどもが。プニスケ。よし。
あぶねえ。コマさん大好きおじさんになるとこだった。よろずら。とにかくキュービーはこの奥です。追いかけましょう。バカビンパンプンポン。ついでにクエストもやりたい。うえー。あ、Sランのとこもある。マジか。わあ、友達にするか一応。ほら、イベントだ。かわいい。なんてかわいいんですか。今ちょっと揺れたね。門芸怖いずら。もう止まったじゃありませんか。大丈夫ですよ。うーぐすん。まったくコマさんは怖がりですね。そんな調子だからキュービーにバカにされてしまうんですよ。ぐすん。やばい、かわいい。かわいい。あ、怖い。いや。もしかして追い出すつもりか。それなら、力づくでやってみる。くだらんと言っておろう、くだらんと。あや。進んだね。イベントですか？ずら。ねえ。誰かがオラたちを見てるずらよ。怖すぎえ。え、そう、何も感じないけど。まったくコマさんは怖がりですね。ほら、何もいないじゃないですか。おかしいずら。かわいい。かわいい。おじさんおかしくなっちゃうよーん。おい、来たぜ。おそらく、最ゼウ界。コマさん、見つけたずら。ジモ君、いました、キュービーです。これはこれは弱虫で泣き虫のコマさんじゃありませんか。それにそっちの坊やたち彼をエスコートしてあげたのかい。何にしてもここまでよく来たね。褒めてあげるよ。コマさん、そういえば僕になんか用があったんだっけ。なんで桜町フラワーロードの人たちを怖がらせるの。たたりなんてよくないよ。失礼だね。これだからおじさん、お子様は困るよ。何が起きてるのかもわからないくせに笑っちゃうよね。せっかくこの僕がそのクセモノの住処に案内してやったのにさ。あ、悪者？ん？ん？あー、悪いことしてるやつ本体はキューブじゃねえのか。うん。失礼。マウンテンデューを飲んでました。さあ、あいつを倒してごらんよ。桜町を守りたいんだろう。え？嘘？待ってよ。さようなら、おちびさん。びっくりした。キュービーの声優は永田涼子さんです。へえ。ケイタのお母さんもやってるらしいっすよ。よし、やりますか、おぼろニュード。かかってこいよ、マジで。てめえよ。こっちとらドーピング決めてから行きますよ。行くぜ、デバ包丁。そしてこいつ確か目ん玉が狙えるはずです。固め潰してやったぜ。右目、左目も潰してやろうかのやっておしまい。デコピン。あれ、当たってねえじゃん。お前、そういうのは当たるからな。当たるから強えんだぜ。おお、150超えてます。一撃150超えてます。ああ、もう勝ちです。ああ、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 ちょっとレベル上げもしすぎたかもな。レベル上げというか妖怪が強すぎるのもあるかも。ほれほれほれ、ザコオツ。もうこれあれじゃね、これ額狙いまくったらいいんじゃね。もう目ん玉潰さなくていいじゃん。これ一応回収します。よーし、経験値もくれや。うほー、
お金もくれや。うわ、1万円 !1 万円臭そう。体に悪そうな煙だな。あははは、いい君だね。キュービー様の縄張りにちょっかい出すからこんな目に遭うんだよ。ざまみろ。お前何者なん、マジで。君たちをここに誘い出して正解だったみたいだね。てっきり君たちもやられると思ってたんだけど。どうやら私たちはキュービーに踊らされていたようですね。どういうこと？彼は私たちをおびき出してあの妖怪を倒させるつもりだったようです。そっちの変な顔は差し替えがいいようで助かるよ。な、変な顔は余計です。裏はロードでぼやさげ、和議を起こしたのはこの僕じゃない、別の妖怪さ。これでも桜町の住み心地は気に入ってるんだ。だから君たちが真実にたどり着くまでは守り神としての務めを果たしてあげるよ。それまではせいぜい頑張るんだね。応援してるからさ。なんか、おめえが倒せばって思っちゃうんだよな。あ、行っちゃった。なんだか納得いきませんが、ひとまず丸く収まったようですね。まあ納得はいかねえな。でもキュービーが言っていた真実って何のことだろう。それはこれからの課題といったところですかね。あの、一緒に来てくれてありがとう。オラと友達でいてくれるズラ。当たり前よ、お前。当たり前じゃなくて、当たり前よ。もちろんだよ、これからもよろしくね、コマさん。クラコを共にした者同士、仲良くしていこうじゃありませんか。少しは怖がりも克服でしたよ。できたようですし、キュービーも見返してよかったですね。うん、今のコマさんならきっと住む場所もすぐに見つけられるよ。うち来いよ、うち。ありがとうし、もう嬉しいズラグス。やれやれ、泣き虫を克服するのはまだまだ先のようですね。コマさん好き。ズンズッ。パーティー入れたいけど、強くないからな。死にスキルなんだよ、確かコマさん。死にスキルとか言っちゃよくないかもしんないけど、本当に死にスキルなんだよ。ああ。トラジローと一緒にいないと効果が発動しないから、2枠使っちゃうんだよ。で、1人だとスキルの意味ないしね。おや、しもくん、今日は随分と早起きですね。うん、今日はカンチと約束があるんだ。ズクチャーラン、ズクチャーラン、ピラポン、ピンパンポン、プンスカントン。カンチと約束があるということは、家に遊びに行くんですね。うん、新作のゲームを遊ばせてもらう約束なんだ。いや、楽しみですね、カンチの家。一体どんなお家なんでしょうか。うん、ゲーム機とか望遠鏡とか行ってみたらわかるよ。カンチの家はそよ風ヒルズにあるんだ。なんと噂の高級住宅街ではないですか。ますます期待が膨らみますね。早速出かけましょう。カンチの妖怪探し。パンポンピンパンコン。パカポンピンカンキン。よし。行こうぜ。いやー、でもあれだな。クエストはやらないといけない。妖怪ウォッチランク上げるやつ。どれだっけ？めちゃくちゃ俺クエスト挑戦中じゃん。ウォッチランク上げるね。これか、 B ランクへの挑戦。富士の山をまだ倒してないんだよな。じゃあ大森山のハイトンネル先行きますか。ついでにガチャガチャも引きたいしな。まあ、イサマシポカポカで言ったら、ポカポカか？別にどっちでもいいしな。イサマシはもう、手持ち無沙汰というか、十分手に入ってるんでね。いいの出てくれよ。お、妖怪だ。お前さ、お前マジで普通に捕まえたんだよ。キノコ探してきてみたいなクエストもあったんで、やりますか。あ、んだお前らは。もしかしてこのうまそうなキノコを奪いに来たのか。お前らなんかにやるもんか。これはおいらなら、くだらん、くだらんと言っておろう。あよよこせ、雑魚が。よーし、予想はしてましたが、やっぱりこうなっちゃいましたね。でもまあこれでやっとキノコ取れますね。よっしゃー、これを花屋さんに届けると。これがうまそうなキノコですか。やっと手に入れられましたね。葉っぱ、花っぱのお姉さんに持って行ってあげましょう。まあ気が向いたらな。で、ここにもクエストがあってですね、あんま人が来るようなとこじゃないんだけど、うん、やっぱり見つからないな。おや、裏若き乙女がこんな場所で何をしてるのでしょう。何、私がさ、何してるか気になるかしら。実はね、土の子探してるの。暇なら手伝ってみる気ない？なるほど。あら、ありがとう。私、大学で UMA 研究サークルに入ってるのよ。ちなみに UMA っていうのは雪男みたいな正体不明の生き物のことよ。で、この辺りで土の子を見たっていう噂を聞いて探しに来たんだけど、これが全然見つからないの。何か証拠でもあればいいんだけどね。それで、そこで君の出番よ。この辺りのこと詳しそうだしさ。
3つぐらい土の子がいた証拠を見つけられたら教えてね。それから土の子が目撃されたのは水の近くらしいから参考にしてねと。なるほど。まあ気が向いたらな。あっという間に行きましたよ。なんとも行動力のある女性ですね。そういう子は好きよ。しかし土の子は妖怪ですし、捕まえても彼女には見えないでしょう。ひとまず目に見える証拠を見つけて渡してあげましょう。土の子探せ発生。まあ多分あれなんだろう、足跡とか見つけるんだろう。といったところでですね、ハイトンネル行きましょう。大森山の藤の山も倒したいんだけど、俺が裏で入ったらイベントが始まっててさ、だからまあリセットしたんだけど、こっちのな実況中にも見ておこう。実況中に見た方がいいかなっつってリセットしたからさ、うん、ここ奥に行ったところに今使われてないトンネルがあるんだ。子供危ないから行っちゃダメだぜ。行きます、行っちゃいます。こんにちは、パラピンポンツンテン。一応セーブしとこう、クラッシュが怖いから。結局最初のエラー以外はさ、エラー起きてないんだけど、それでもちょっと怖いんでね。ここ入ったらイベントでした。むむ、これは壊れたトロッコ。シモ君、このトロッコを直して先に進めばお宝がザクザクのパターンですよ。そんなゲームじゃないんだから。やっぱりそうですよね。そんな非現実的なことはありませんよね。おめえらがいる時点でだろ。妖怪も十分非現実的だけどね。そうだな。これか。非常ジルバーと書かれている。トロッコが元の位置に移動するようだ。ん、ガチャコン。なるほど。パラビポン、プルピパン、バカボーン。あー、なるほど。妖怪とか見んのか。の、シーランくんとかあるね。入ってみよう。あ、なんだ。あ、モンスターがいるだけか。アイテムとモンスターな。と、イベントですか。んだ、おめえらは。ここは俺たちの縄張りなんだよ。あの秘密を知られるわけにはいかねえ。さっさと出ていきな。くだらん。びっくりした。いきなり襲いかかってくるなんて。先ほどの妖怪が言っていた秘密という言葉が気になりますね。あれ、さっきの妖怪が何か落としていったよ。導きハンドルを手に入れた。ああ。何に使うんだろう。で、この奥に藤の山がいます。これクエストだな。どすこいどすこい、わしの稽古場に勝手に入るとは許せん奴らだ。叩きな、出してやるので覚悟せ。くだらん。多分あれっすね。現時点ではハイトンネルのイベント進められないのかな。で、土の子の抜け殻集めてきました。おお、君こんなんすごいじゃない。どれもすごいわ。証拠したら十分ね。これで捕まえるも近いわよ。ありがとうね。大きくなったらうちのサークルにおいで。君なら大歓迎だからね。喜んでもらえてよかったですね。土の子は私でもめったに見ないですよ。もう3体仲間にしてます。土の子を捕まえると幸運になるらしいので、暇があれば私たちも探してみましょう。土の子を探せ。バッチリ解決。ウィス。77。じゃあ7000かな。金もらえんのかい。あたり、あざす。じゃああれだな、報告しに行こう。うっす。よしよし。よしよし、今回も問題なく3匹とこ出してくれたようだな。じゃあ今から強化してやるぞ。こうしてこうっと。よーし。A ランはまだいけんのかな。やりましたね。じゃん見たことない妖怪と出会いますね。まあ油断するなよ。このランクの妖怪は本当に手強いぞ。まあスーパーの執事である私がいざという時は大暴れいたしましょう。ですので何の問題もナッシングでございますよ、ウィス。おめえ戦えねえだろ。まあ頑張りな。また力つけてきたら強化してやるからよ。よーし。パララン、ボン。ウィス。完全に存在忘れとった。ウィスの存在を忘れてました。わあ、ダンシングスだ。未だに使い道がわからん。はい、はい。あたり。ダンシングスターってどうや、ちょ、調べるわ、今。妖怪ウォッチのダンシングスター。真面目に生きる。ちょっと待ってね。
ダンシングスターの入手方法。入手方法じゃなくて、使い方なんですけど。桜町公民館で勝利ポーズと交換できる。なに？あ、待て、A ランクのやつがあった。受けよう。よし、A ランクさせてくださいや。それと思ったよ、内容はいつも通りだ。今から幽妖怪を倒してくる。うるさい、じゃあ倒してくれる妖怪を呼ぶぞ。下水道に潜んでる3匹を倒してもらう。まずは弁慶。弁慶に会いたければ小日向駅近くの水道から入るといい。グラグライオン。グラグライオンに会いたければ桜ニュータウンの東の川沿いから入るといい。バキアラレ。バキアラレに会いたければそよ風ヒルズの川沿いから入るといい。むむ、これはまたかなりの強者が揃ってますね。大丈夫だよ、今回も絶対合格してみせる。いいですね、その気合。それでことは一緒にご主人様です。では早速倒しに行きましょうか。3匹の居場所が分からなくなったらまたここへ来て教えてもらいましょう。 A ランクへの挑戦発生。まあ多分あれだな、そよ風ヒルズってことは感知のやつをちょっとは進めないといけないってことだろう。まあちと待ちやー、パラピンポンツンテンテン。まず勝利ポーズと交換したいからな。勝利ポーズと交換しに行こう。チワス。え？交換できなくね？この人？ああ。違うわ。夜は大体ダンス教室に貸し出してる。夜だな、じゃあ来るべきは。それではクエストのご報告しましょう。そう、つきまとってたのは酒井さんだったので、誤解も解けてからつきまとわれることもないわね。よかったわ。本当にそれだけ？何か面白そうなこと隠してないかしら。鋭い人ですね。でもここは妖怪の仕業だったことは内緒にしておきましょう。言ったところで信じてもらえないと思いますし。まあいいわ。それにしても酒井さんってオカルト好きだったのね。実はね、私もかなりのオカルト好きなの。酒井さんとは仲良くなれそうね。今度話してみようかしら。いい情報ありがとう。やべ、充電がね。なんかあったらお願いするわね。ま、あなた面白そうだし。気になる視線バッチリ解決。ウィッス。うひゃー。うまうま。ボーナスチャンス。ここでもね、いいの引いていきたいから。これ当たりか。大当たり来てほしいんだよな。今当たり来てもなんかそんな旨味がねえ。中継検知玉。まあ戦闘何回分かぐらいか。よいしょ。で、絶好調を捕まえてきました。はい。おい、準備はいいか？オッケー、こっちはいつでもいいぜ。ダンスを始める前に絶好調を呼び出しておきましょう。あ、ちょっと待って。俺の友達出てこい、絶好調。妖怪メダルセットン。お前変なやつだと思われるぞ。今日は友でも明日は他人。仲良くならずに絶好よ。あれ、待って、これさ。よし、じゃあ始めるぞ。おお。おい、しょっぱなからお前間違えただろ。何言ってんだよ、お前のタイミングがおかしいんだろ。俺はちゃんとしてきたさ、人のせいにすんなよ。なんだと、お前は何かっつうと俺のせいにしやがって。お前とはもうコンビ組めねえ。今日限り絶好だ。あいともこっちこそ、お前なんかとは絶好だ。あれな、絶好の絶好な。は、私としたことが、絶好調と絶好調を間違えるなんで。絶好調は二人の仲を悪くして絶好させてしまう妖怪でした。あ、じゃああれか、ひらがなの方を持ってこいと。このままじゃまずいよね。そうですね。すぐに絶好調を連れてきてあげましょう。もちろん、捕まえております。絶好調はどこにと、大森山ですね。わかってます。捕まえてるんですよ、それが。何度やっても同じさ、これが最後だ。今度は絶好調を呼びましょう。俺の妖怪出てこい、絶好調。妖怪メダルセットーン。かわいい。いつでもどこでも絶好調、失敗なんてありえないわ。ずっと俺に取り付いててほしいわ。よし、行くぞ。おう。ダンスのダサさの問題だろ。てか、このためにモーション用意したんだろ、おめら。もしかして。わー、すごーい。いい取り付きなのに紫色なんだな。うまくいったな。あー、バッチリだったぜ。スランプだったの嘘みたいだよ。すま。俺自分のミスをお前のせいにしてたのかもしれない。いや、俺の方こそお前のタイミングを意識してなかった。それなら俺の方で合わせて、オッケー、もう一回練習してみようぜ。いや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 、いやはや、一時はどうなるかと思いましたが、絶好調で絶好調、これでバッチリ解決です、ウィッス。ウィッス
いやー、お二人息ぴったりでした。これも絶好調のおかげですね。しかし絶好調と絶好調を間違えるなんて執事としてお恥ずかしい。でもどうにか二人も仲直りできたようですし、これならコンテストも優勝間違いなしです。まあ仕方ねえよな、あんな。で、この2匹が合成できるので、やっと合成できますね。このクエストのために合成せずに置いたのよ。ピラピラポンポン、よーし、ボーナスチャンス。お、何この幸せな空間。ご老人たちの、やったぜ、終わり。そうだな、今日もこれぐらいにして終わりますかね。ダンシングスターはまあ裏でやるか後日やるかしましょう。ということで、終わりかな。あ、そういやあれなんすよ、これ見てや、妖怪大辞典のここなんだけど、これ見て、これあとほのぼのとリュウくん捕まえるだけで俺この妖怪出てきちゃうんだよね。でほのぼのは多分裏で捕まえられて、リュウくんストーリーだったはずだから、ほのぼの捕まえときます。ということで今回これぐらいにして終わりましょうかね。また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。